ブランドっていうのは、メディアで言えばですね、読者への約束だとですね。約束っていうのは、例えばじゃあメディアでですね、コンテンツを見ていただくと、その時にこういう体験を必ず約束しますと、まあ、それがブランドだという言っていたものにすごく個人的には納得していたんですね。ブランドができてないメディアっていうのは、ウェブメディアっていうのは基本的にはコンテンツ一番初めね、入り口タイトルとサムネイルとっていうものがあると思うんですけど、そこでやっぱり結構ユーザーの気を引くように結構無理しなきゃいけないんですよね。ただブランドができるとですね、ここで無理をしなくてもこのメディアのコンテンツを読めばこういう体験ができるんだっていう期待感があるので、たとえねそのタイトルサムネイルでそこまで気が引けなくてもですね、その奥にあるコンテンツに期待してくれるってことですよ。だからメディア側は、まあ、変に無理をしなくていいと、本質的な部分により力を入れていくことができるというふうに思ってます。